はい、皆さんこんにちは。大阪府立大学の高橋と申します。模擬授業を開始したいと思います。電子物理工学科高橋康史と申します。私のこの模擬授業のタイトルはこのようになっていて、半導体の王様、シリコンを使って半導体レーザー作れるかという話をしたいと思います。シリコンというのは皆さんご存知の通り、エレクトロニクスにおいて最も重要なデバイスとなっています。そのシリコンを使ってこのようなレーザーを作りたいと。ここに映っている方というのは私の研究も非常に重要になるある人物の肖像画ということになっています。では授業を始めさせていただきます。まず自己紹介ですけども、これは私の研究室のグループ写真でして、まあ、今こういう状況なのでみんなマスクをして離れて集合写真を撮っています。女性も2名いる、学生10名のうち女性にそういう研究室となっております。まあ、まず最初簡単に自己紹介ということで、まあ、私東京出身でして、31歳で大阪府立大学に行きました。その時に、31歳で独立した研究室、シリコンフォトニクス研究室というのを運営させてもらっています。これは、まあ、私がやっている花壇の大学内の花壇の写真となっていまして、フリーザイドはですね、猫がたくさんいまして、まあ、猫を可愛がったりもしております。はい、ではこれからまず最初にその研究室でどんなところだろうということで動画を示してますけど、こちら部屋の中に今から入っていく感じです。まあ、最近は学生さんも研究室にちょこちょこ来るようになって、三密に気をつけながらこういう研究活動をしているという感じです。まあ、大学1年生2年生の時は関係ないんですけども、まあ、3年生や4年生になるとこういう研究室に仕事して研究をやるといったことになっていきます。でこちらの実験室の写真になります。動画になります。まあ、これがこういう、まあ、ちょっとわからないと思います。こういうその自作したレーザー関係の装置を用いて実験ということをしやっております。はい、でこちら、まあ、別の部屋ですけども、電子顕微鏡という、まあ、最先端のコロナウイルスとか見えるような顕微鏡ですね。そういう顕微鏡を持って研究をしております。この後最後にサンプルを作るための部屋が出てくるんですけども、こちらがクリーンルームと呼ばれるサンプルを作るための部屋になっております。まあ、空気中のゴミがものすごく少ない、そういう部屋で、半導体用のサンプルを作っているということになっています。はい、で、今日お話ししたい話はですね、これらの、まあ、研究室で私が5、6年前にやった研究成果で、シリコンでレーザー開発ということになります。これシリコンレーザーとか1万分の1に小型化とかですね、日本の研究者の成果とか、まあ、超小型、超省エネで、ここにちょっとキーワードとしてラマンということがあって、ラマンシリコンレーザー開発というふうになっております。でここにちょっと書いてフォトニック結晶を利用というふうになっています。私がこの研究成果を出すため利用したのはこのフォトニック結晶と呼ばれるものでして、これはですね、非常に小さい穴をたくさん無数に開けた、そういう機器になります。でこの1個の穴はですね、ちょうどコロナウイルスと同じぐらいの大きさ、200ナノメートルという大きさになっております。でこれ、こういう穴がいっぱい開いていると何が起きるかということをちょっとお話しますと、穴が全然開いてないただのシリコンの時、この場合はですね、いろいろな波長の光、赤や青や緑、すべて電波可能になります。ところがこのシリコンが周期的にこのように並んだ時、こういったものを、まあ、我々はフォトニック結晶と呼ぶ時があるんですけども、こういう時はですね、ある特定の波長の光は電波できなくなる。例えば青や緑が電波できなくなって、赤だけ電波できますよといったようなことが発生します。でこのような効果が起きるのは光が波となっているからになります。フォトニック結晶というのは光の波としての性質を利用する、そういう光デバイスです。でこれ実は自然界にも、いくらでもありまして、一番有名なのは蝶々の羽の鱗粉です。こちらは古代にいるヤマトシジミ、まあ、ベニシジミ、どこにでもいる、日本中どこにでもいる蝶々だと思います。この蝶々の羽の鱗粉を先ほどの電子顕微鏡というのを見ると、こういうふうにフォトニック結晶のようにですね、穴が無数に開いて、しかもそれが周期的に並んでいます。こちらベニシジミのこの綺麗なオレンジ色の羽の色のところだけ見ると、ちょっと
大和市議とは違うんですね。似てはいるんですけど、ちょっと構造が違っている。まあ、これによってオレンジの光だけを強く反射して綺麗に見せていると。こんな効果がですね、自然界にもあります。フォトニック結晶というのはそういう効果を用いています。でこういったフォトニック結晶の研究でですね、学生さんは海外でいろんな賞をいただいてくれていて、こういった中国ですね。でこちらは台湾の学会でのポスター賞。でこちらは香港で行われた大きな会議での論文賞。で国内でも、まあ、応用物理学会という、まあ、早稲田大学で行われた時もあったんですけど、あの論文賞、まあ、研究奨励賞があったり、学生が、まあ、ポスター賞をいただいたりですとか、まあ、レーザー学会という、まあ、これは特殊なんですね、まあ。日本中や世界中いろんな学会で学生さんは、あのこのフォトニック結晶という研究をして賞をいただいています。では、レーザーとはという話で、本論に移っていきたいと思います。レーザーとは、今これ持っているレーザーですね、緑色のレーザーとしています。とても不思議な光で明るくて、しかもまっすぐ進むという特徴があります。でこのレーザーという言葉は LASER なんですけども、Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation の頭文字を取って作られた造語になります。でこれはですね、日本語に訳すと、誘導放出による光の増幅というふうに訳すことができまして、この誘導放出というのがキーワードになります。でこの誘導放出というのを使うとですね、光の特徴が全て揃った光が出てきて、このようにまっすぐ明るく飛んでくれるということになります。で一方、太陽光ですとか、この蛍光灯とか、まあ、今この液晶プロジェクター光とかですね、全てレーザー光とは異なります。これは自然放出という、誘導放出ではなくて、自然放出というものを利用した光でして、光の特徴というものはバラバラとなっています。ではこのレーザーのキーワードです、誘導放出なんですけども、この誘導放出の原理を考えるのは一体誰でしょう。1番、ニュートンさん、18世紀の方ですね。でその後、ファラデーさん、まあ、18、9世紀後半の方です。そして、アインシュタイン、20世紀最初の偉大な科学者。そして、フォアグルの湯川秀樹さん。さあ、どれでしょう。答えはですね、はい、この方になります。アインシュタインさんです。アインシュタインさん、20世紀最初の頃ですね、量子力学というのができるわけで、原子というもの、我々の体を作っている原子というものは、陽子と電子からできているということが、まあ、どんどん世の中で分かってきました。そして、光が吸収されたりといった現象はですね、電子が異なるエネルギーにするときに起こるよということも分かってきました。どういうことかと言いますと、左の図見てください。電子というものが、エネルギーが高い状態になります。この状態から、エネルギーが低い状態に下がるときに光を出します。光ります。これがこういった蛍光灯ですとか太陽光の光るメカニズムです。一方、吸収、光吸収というのは、エネルギーが低い状態にいる電子に対して、ある入射光が入ってきて、そしてエネルギーをもらって高いエネルギー状態にする。このときに吸収が起こると。ここまで分かっていました。1910年。ぐらいの時、そこでですね、じゃあアインシュタインさんは何を考えたか、これは私の予想ですけども、おそらくこんな感じで、原子で起こる吸収、この発光、この2つは化学過程、表と裏の関係にあるのだろうかと考えたのではないかと思います。私が大好きなことなんですけども、アインシュタインさんこう言ってますね、空想は知識より重要であると、知識には限界だと、まあ、大好きなこと。さあ、じゃあ何をアインシュタインさんが考えたか。まず発光は先ほど言ったように、ある時エネルギー状態が高いところにいる電子が光るんです。これはランダムに起こるので自然放出と呼ばれます。いつどの方向に光るか誰も予言できません。じゃあこれの裏側の現象として自然吸収であるだろうかと。エネルギーが低い状態に電子がいます。あるときランダムにこの電子がエネルギーが高い状態に上がりますよ。これはありえないですね。エネルギー保存素というのが我々の世界といいまして、ゼロから何もしないでエネルギーを出すというのは絶対にできないんです。なので、これはない。次です。吸収。吸収をちょっと細かく言いますと、この
エネルギーが低い状態に原子のところに入射光が入ってきて、この入射光が電子を刺激して瞬間的にこの電子はそのエネルギーを吸い取ってエネルギーが高いように上がるんです。これはつまり先ほどの自然法則と違っていつ起こるか予言できるんですよ。光が入ってきたからです。いつ起こるか分かるんですね。じゃあこれの逆の過程はないのか、こういうことですね。これはちなみにこの光吸収を静止名称専門用語で誘導吸収というように呼んでいます。入っていた光がですね、電子を刺激して、まあ、吸収を誘導的に起こすということです。こういうふうに呼ばれます。じゃあ光吸収誘導吸収の逆、誘導法則はないのかということです。逆を考えますと、電子が今エネルギーが高い状態にいます。この状態に入射光が入ってきました。でこの入射光が先ほどと同じように電子を刺激をします。そうしますと、この電子がなぜかエネルギーを光をすぐ出しちゃう。でその時出される光っていうのは入ってきた光と同じ特徴を持つ。アインシュタインさんはこれがあり得ると理論的に書けると言って1917年に誘導法則理論というものを発表いたしました。はい、ではこの誘導法則のメカニズムを用いればですよ、こういう状態ですね。エネルギーが高い状態に電子がたくさんいますよ。この状態に入射光が入ってくればですね、即座に全部の電子が同じ特徴を持って光るのではないか。これがレーザーということになるわけです。で実はですね、アインシュタインさんはですね、誘導法則の理論は発明したんですけども、レーザーが可能とは述べていません。またレーザーというアイデアも出しては実はいないんです。実はこのですね、誘導法則理論というのは1917年に発明されてから30年以上忘れ去られるということになります。さあ、世界最初のレーザーというものはですね、実はルビー、宝石を使って、実現しました、行ったのはネイマンさんという方になります。アメリカの方ですね、そして、1962年に半導体レーザーは実現いたします。でそして1900、これもアメリカで行いました。で1970年以降にほとんどの半導体レーザーが日本で開発され実用化され、まあ、日本の電気産業の隆盛を支える源となりました。じゃあこの半導体レーザーがどんなふうに我々の生活に役立っているか説明しましょう。まずですね、1921世紀になる前、1990年代ぐらいからのインターネットと CD、DVD、まあ、ブルーレイは21世紀からなんですけども、まあ、光記憶装置、この2つがものすごくメジャーな原動力でした、半導体レーザーの産業。ところが21世紀に入るといろんなものが出てきて、まあ、レーザーマウスですとか、まあ、プリンターですね。で今私が使っているレーザーポインターですとか、しかもこのレーザーポインターはですね、文房具の国用さんのヒット商品でして、電機メーカーって何でもない国用さんがこういうレーザーポインターを作るという、そんな時代になっています。バーコードリーダーや測量、防犯、これはセコムさんのヒットサービスですね、防災サービス、またレーザーショーですとかエンターテインメントですね。で今この液晶プロジェクターは非常に大きいんですけども、ゆくゆくはこのスマホの中にレーザープロジェクターを入れて、まあ、どこでもこういう画像を大きく映せるようにならないとか、まあ、お掃除ロボットですとか、まあ、分析装置ですね、ガス分析とか爆発物検査にも使われております、そして未来、これからどうやって応用されていくかということを言いますと、どん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 いろんなところで使われていくことが期待されています、まあ、プロジェクションマッピングはもう使われていますね。レーザー視念、まあ、今よりももっとこう綺麗にですね、映像が映されるといったようなで、映画館や、まあ、立体こうアップルウォッチみたいなところでこう空間に画像が出るような技術ですとか、車のヘッドライト、あと植物をレーザーで育てるといったリアル、あとは、VR、AR ですね、こういったこの中にレーザーが入ってたりするわけです。あとは車でも一部使われますけど、まあ、ヘッドアップディスプレイですね、まあ、こういうところに右に曲がれとか左に曲がれとか、まあ、もしくはその道路そのままにバイクとか乗っている人だと右に曲がれとか出すとか、そういうことも
やられております。まあ、ドローン、あと自動運転ですね。安全な自動運転の実現しようと。あとはこういったホテルとかで使えるようなロボットのセンサーといったことが期待されています。またですね、これはちょっと動かないかな。あの、ものづくりにもレーザーを使われておりまして、これ YouTube にあった、トヨタさんの技術なんですけども、ネットにつながって、動くというんですが、動物動かないんですよ。レーザーがですね、いろんな穴を開けていって、自動車を作るという、そういう動画なんですが、ちょっとすいません、動かなかったんですけど、あと、バイオ研究にもたくさん使われています。あのレーザー顕微鏡ですとか、ノーベル賞を取ったような緑色蛍光タンパク GFP とかいった技術にも利用されますし、まあ、高分解蛍光顕微鏡ということで、2014年のノーベル化学賞も出ています。また現在、あの有名になっている PCR 検査にも利用されますし、殺菌や除菌にもレーザー光というのは非常に有用となっています。まあ、このようにですね、非常に幅広い分野でレーザー、特に半導体レーザーは非常にちっちゃくて、エネルギー消費量が少ないというふうに使われているんですけども、実はこの半導体レーザーですね、今まで話してきましたけれども、シリコンではないんですね。この3族と5族、ここに書いてある、アルミガリウム陰柱、そしてヒ素、リン、チスト、この6つの元素だけをですね、組み合わせて作られています。このレーザーもそうです。で、シリコンというのはですね、実は4族なんですね。まあ、カーボン、ゲルマニウムと一緒で。まあ、半導体として有名なんですけど、実はこの4族の元素というのは、皆さんちなみに14族として高校で習っているかと思います。レーザーを作るのは困難なんですね。光らないんです。シリコンというのはですね、エレクトロニクスの王様です。まあ、半導体の王様です。で、日本ではかつてですね、産業の米とかと言われたんですね、シリコンテクノロジー。なんとかこのシリコンで光の発生させたい、レーザーを作れたい。そうすれば、エレクトロニクスとこう光技術が、フォトニクスというんですけども、合わさった電子デバイスが作れて、非常に性能が上がると期待されます。例えばスマートフォンを考えてください。スマートフォンは、もちろんリチウムイオン電池バッテリーで動いてますから、電子デバイスですけれども、インターネット、あの通信は光でやっているんですね。その光通信をやっている技術を担っているのはシリコンではないんですね。そこすらシリコンでできるようになれば、まあ、今よりもっといろんなことができるはずだというふうに信じられています。特にですね、そのシリコンで光技術をやるっていう、シリコンフォトニクスというんですけども、まあ、どこで使われるかというと、まあ、スーパーコンピューター、まあ、これ、理研さんの富岳ですね。あとは、Google さんとか Facebook さんのデータセンター、巨大データセンターですね。そういうところではですね、今、消費電力がどん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 増大しています。それはですね、電気で情報をやり取りするからなんですね。電気というのは必ずジュール熱というのも発生してしまうんです。でその一個一個の導線でのジュール熱は大したことないんですけども、ものすごい数になると、ものすごい消費電力になってしまって、そこをもう光で通信したい。そういうふうに考えるつまり電気ケーブル、光ケーブルに変えていこうということです。それを実際にインテルさんのデータといいますけど、こういうものを作りまして、この電子デバイスですね、こういうちっちゃい、まあ、これ人間の夢ですね、ちっちゃい電子シリコンでできた電子チップを光ファイバーでつないで、こう光で情報をやり取りしようと。今はこれは電気でやってます。これを光でやろうと。そうした方が消費電力が下がるというふうに予測されています。ただこれをやるためにはですね、膨大な数の光技術があって、それを安く大量に作らなきゃいけないということになっています。しかもちっちゃくもしなきゃいけない。そこでシリコンを使おうというふうになってくるわけです。まあ、それがシリコンフォトニクスというものになります。ところがですね、先ほども言った通りシリコンというのは光らないんです。なんで光らないか。シリコンはですね、間接繊維型半導体と呼ばれています。で、光る半導体というのは、直接繊維型半導体と呼ばれております。どういうことかと言いますと、先ほど言ったように、直接繊維型半導体ではエネルギーが高いことに電子は光ってくれます。ところが、間接繊維型半導体ではですね、このエネルギーをですね、熱で、部分的にたくさん熱を出して失う、光として失ってくれないんですね。これ
間接性型半導体と直接性型半導体では発光の強度に1万倍の差があると言われています。つまりですね、シリコンを光らせるという言葉は物理法則で調節ということになります。さあ、どんな物理法則を使いますか。蛍光灯ですとか太陽光というのも勝手に光ってくれるわけです。別に新しい物理法則を使う必要ないわけです。でも何か新しい特殊な物理法則を使わないとシリコンは光らせられなそうだというわけです。そこで最初のスライドにも似た人です。この方はインド人の方でして、ラマさんという方になります。この方がですね、1928年2月28日にラマサナンというものを発見しました。さあ、どういうものか。ここに図をしております。今エネルギーが低いところに電子があります。ここに入射光が入ってきます。刺激します。先ほどは吸収されました、この光、電子、電子に。これ上がりますけどすぐ元に戻ってくるんです。でその時にちょっとですね、エネルギーが異なる光を出すんですね。こういう現象のことをラマンサンナと言いまして、ラマンさんが見つけたものになります。でこのラマンさんはもうすぐ2年後にはノーベル物理学賞を受賞しました。ちなみに1928年2月28日といった、まあ、日付まで書いてあるんですね。実は私の誕生日と一緒でして、私はこの日から50年後のですね、1978年2月28日に生まれています。個人的にはラマンさんの生まれ変わりだなと思いました。じゃあ僕もノーベル賞取れるかなと、そういうふうに考えています。はい。で、このラマンサンナを使えば実はレーザーを作れるんじゃないかということがアメリカで2002年ですね、提案されまして、そのわずか3年後にはインテルが実際に作って、実証しました。ところがですね、インテルさんはやっぱりこのシリコンでレーザーを作りたいわけです。ところがこの時のインテルさんのデバイスはですね、サイズが大きすぎて、あと敷地も高すぎてですね、ちょっと使い物にならないなとなってたところを、じゃあ私はフォトニック結晶技術を使ってやってみようというふうにトライしたわけです。こちら、これフォトニック結晶の電子顕微鏡写真です。先ほど言った通り1個7は200ナノぐらいです。コロナウイルスが125ナノ、まあ、コロナウイルスが1個ここらにスポッと入るぐらい小さい穴になります。でここに穴が開いてないところがあるんですね。ここがですね、光を通すことができます。そしてこの10個ぐらい穴を埋めたところ、ここがですね、光を強く閉じ込めることができる装置として機能いたします。で私このその強く閉じ込めるという機能においてですね、世界最高の値を達成してたというメリット、技術を持ってまして、そのメリットを使いましてですね、ラマンレーザーを作るということに、挑戦したわけです。はい。で、詳細は一気に省いてしまいました。ちょっとラマンレーザーのメカニズムとかはですね、高校生の皆さんに難しすぎますので一気に省かせてもらって、私が作ったのはこういうちっちゃいシリコンのチップ。このちっちゃい指先に乗ってるシリコンのチップを光学顕微鏡で見るとこれぐらいの大きさになります。それをさらに電子顕微鏡で見てみますと、こうなってコロナウイルスぐらいの小さい穴がたくさん開いているということになります。ここにですね、レーザー棒を入れてあげると波長が変わったレーザー棒が出てくる。でこれがラマンレーザーです。これを2013年ですね、開発に成功しまして、ネイチャーという、まあ、とても有名な論文雑誌に載せることができました。この日本人がファーストオーサーという、まあ、でネイチャーに出すものというのは多分年間10本くらいしかない、そういうことになっています。左側がインテルが開発したレーザーでして、これぐらいの大きさ、まあ、2センチぐらいのチップに8つ乗っているそうです。私が開発したのはこのちっちゃいところにですね、数百個することができまして、まあ、インテルさんのデバイスの1万分の1以下のサイズ、2万分の1以下のエネルギー消費量ということになっております。現在これを実用ができるように頑張ってやっているところです。まとめますと、半導体の王様シリコンを使って半導体レーザーをどうやら作れそうかなということで、今実用化に向けて頑張っているというところになります。ご清聴ありがとうございました。